変年とは、日本では、通常考古学において移行及び、遺物の前後関係や年代を配列すること、または、その配列自体を指すごとして使われる。英語のクロノロジーは、考古学以外の、例えば絵画や人物の歴史的な年代、年譜についても使用されるが、本校では、考古学における、変年について解説する。末期の変年大阪府泉市泉の、 国歴史観点像。古墳時代の末液を年代順に並べたもの。同一の機種も年代によってその形状や大きさなどが変化しており、その推移を追うことで変年が組み立てられる。土器類の年代が分かればそれが出土した遺構や、方眼層の年代も知ることができるため、土器変年はまさに年代の物差しと言える。変年には、二つの事物を比較して、 九神を決めるだけの相対変年と一つの事物の年代をあらかじめ決定して指標とする絶対変年がある。土器は考古学の絶対変年によく利用されている。通常は余科などのように相違的な前後関係がある場合はその相違に共犯する土器などの異物群が年代決定、変年の基礎資料となる。しかし相違が把握できない日本の遺跡の場合は 以降の切り合い関係によって、年代の前後関係を捉える場合が多い。また、他の遺跡にも切り合いによる前後関係が見られる場合は、遺跡間ごとに、年代の網目が構成されていき、より正確な年代的配列を作ることができる。往々にして、土器や陶磁器には、年代による、公園部などの器の特徴的な部分の変化や器形そのものの変化、器の大きさや、 成形技法、セブン技法の変化、文様自体の変化があるのでその形式的、様式的変化を追うことで異物の年代が決まる。年代が決まった異物と同時に共犯すると目される、異物があればその異物の年代、もしくは移行の年代を決定できることになる。また、年輪年代法に使用できる、木材編、建物跡に伴う異物や墓などの移構に伴って、 年代が書かれたり刻まれたりした土器、陶磁器、記念碑などの記念名資料とそれに共犯する一括の異物、年代の分かっている火山灰層などの前後もしくはその層の中に異物が含まれていると年代を決める定点となることがある。旧石器で造事件は火山灰層の知識を半ば悪用した行為であった。なお、年代が刻まれていても廃棄されたいびや古戦などの 移動されている資料は、記念名があっても、変年の基準、定点になり得ないので注意が必要である。絶対変年は、年代の配列決定に欠かせないが、従来は、手法が確立されておらず曖昧であった。近年は、科学的手法により、異物の絶対年代測定が行われ、これをもとに変年が行われる例がある。ありがとうございます。